にするこのラーメン。おいしい。おいしい。お母さんへ久しぶりに両親に手紙を書きます。高校を卒業して一人暮らしを始めてから自分がこの家族でよかったとつくづく感じます。こうやって幸せに暮らすというのはお父さんとお母さんのおかげです。自分は次大学4年になり、学生生活も終わりが近づいています。将来何をやりたいかはまだ全然決まっていないけど、自分の人生の最大の目標はこの家族のような幸せな家庭を築くことです。いつか自分の子供にこの家族でよかったと思ってもらえるのが夢です。これからは長い時間をかけて親孝行していきます。まだみんなが元気なうちにたくさん旅行しましょう。本当にいつもありがとう。そばより真面目やったよね。もうしないですよ。いや、ほんときつかったっすよ。俺がママチャリで行こうって言い出したのに、俺が一番こぐの遅くて、俺がウーバーで稼ごうって言ったのに、俺だけウーバーしなくて、本当あいつらには助けられたばっかりでしたね。なんかこの旅であいつらのことをもっと好きになりました。本当にやめたかったですけど、足は重いですけどペダルは軽いんですよ。応援してくれる人すごいよ。ペダルは軽いんですよ。マークの知らせれば確認しとけよ。頑張ってください。ありがとうございます。体が潰れても足がもげようとも絶対に鹿児島へ行ってやろう。その思いが強かったっすね。あと1キロ切った。うわ、なんで書いてんの。なんだ、サタリンサキ。よっしゃ、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 じゃあまたね。ありがとう。寒い。マジで寒い。とりあえず水道探して。